シンタグマ広場シンタグマ広場は、ギリシアの首都アテネの中心部にある有名な広場。別名は、憲法広場。シンタグマは、ギリシア語で、憲法のこと。この名は、1843年9月3日の、反乱の後、初代ギリシャ王孫一世が憲法を許可したことに、ちなむ。現在も、国会議事堂がこの広場に面し、またこの広場の東側には、無名戦士の石踏みがある。 他にも観光庁や商業施設が多数この広場の周囲に集まり、観光客もこの広場を含むプラカ地区には昼夜問わず集まってくる。東がアマリアス王通り、南がオソン通り、北がゲオルギオス一世通りに隣接している。スタリュウ通りとフィレリノン通りを結ぶ西側の広場に隣接する通りは単にシンタグマ広場と呼ばれている。広場の東側は 西側よりも高く、アマリア総通りに通じる一連の大理石の階段が占めている。これらの下には地下鉄の新田タグマ駅がある。階段は二つの屋外カフェの間にあり、市内中心部で人気の集まる場所となっている。新田タグマには北と南に二つの緑地があり、印珠が植えられている。広場の中央には19世紀半ばの大きな噴水がある。 1934年以来、旧王宮新古典主義の建物、ギリシャ議会がマリアス大通りを東に渡ってすぐにあり、活行範囲に囲まれた国立公園が公開されている。議会自体は会期中でなくても一般に公開されていない。新パグマ広場と国会議事堂の間の無名選手の墓の前で1時間ごとに大統領警備隊による 警備隊の交代が行われる。警備員の儀式の変更は、特定の日の午前11時に、軍楽隊とエブゾネスの大部分で起こる。オソン一世がセ八が、1834年に、建国したばかりのギリシャ王国の首都、ナフプリオからアテネに移した、直後の19世紀初頭に、設計、建設された。この広場は、現代のアテネの二つの中央広場の一つとして、 設計され、当時は都市の東の境界であった。二番目の広場は、市の北にある、オモニア広場である。おそぎ一世の王宮は、当初オモニア広場に建てられる予定だったが、東の広場を見下ろす場所がより良い選択肢と考えられた。従って、広場の名は、宮殿広場であった。北にある、旧宮殿の建設工事は1836年に始まり、 1843年まで続いた。1843年7月下旬に、オソン・一世とその妻アマリアが就任してから約1ヶ月後、1843年9月3日に、ギリシャの首都で大衆的かつ軍事的な反乱が起こった。ディミトリオスカレルギスの兵士が、宮殿の前に集まり、憲法の許諾を要求した。その後、オソン・一世は、 最初のギリシャ憲法を認めることを余儀なくされた。この出来事を記念して、宮殿広場はギリシャ語で憲法広場、またはシンタグマ広場に改名された。2010年から2012年の間、この広場はギリシャ政府の債務危機の際の経済状況の悪化により、テントやその他の規定による広場の占領を含む大規模な抗議の場となった。 警察の報告によると、デモの中には、災害1万人、または他の情報源によると5万人の群衆が集まったものもあった。統一政府の発足以来、占領は広場から取り除かれ、デモはそれほど頻繁には起こらなくなった。広場はアテネで最も古く、有名な地区や多くの観光スポットの近くにあり、すべて徒歩圏内にある。 歴史的な境界もこの地域に点在しており、中世のものもある。ビジットグリース、オンフットコレナキー、リゲリスエリアメッツ、www.visitgr.gr.2021 年2月16日閲覧。デジタル大事戦、世界の観光地名がわかる時点。シンタグマ広場とは、コトバンク。 2021年2月16日閲覧。ドメスティックポリシー。1833から1897。www.fhw.gr.2021 年2月16日閲覧。デジタル大事船。アマリアス大通りとは。コトバンク。2021年2月16日閲覧。広場周辺。2021年2月16日閲覧。 ab, アテネのヘソシンタグマ広場国会議事堂前の衛兵交代式は、必見。オーコンニュース、2021年2月16日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ www.eie.gr スラッシュ arcaeologia スラッシュレーンスラッシュ arxeio, more, aspux, id イコール520ミニュートス。 エルローダヘデボーンゴカンベエルテ、エーラシュダデ、サンタクルーズデ、テネリフェイエヌアテナス。www. 2で minutos.es- シュールタマスノーティシアース。2021年2月17日、閲覧。ありがとうございます。